空中給油を受ける X-47BX-47 ペガサスはノースロップグラマン社がアメリカ海軍向けに開発をしていたステルス製を備えた無人戦闘攻撃機である。米国の無人攻撃機の開発ではボーイング社がダーパの委託を受けて米空軍向けに2機制作された概念実証機 X-45A が 最初の成果である。X-45A は、原寸大で作る前の縮小版の機体であり、2002年5月22日に初号機が初飛行した。本来なら、X-45A から、元の設計サイズまで拡大した、X、X-45B と、X、X-45B から、さらに燃料搭載量を3倍に増やした。 X-45C が製作される予定であったが、米空軍はコストや実用性、戦闘倫理を問題として、X-45A に続く B 型と C 型を作らないまま開発計画を終了した。米空軍の計画と並行してダーパから、米海軍向けの有株開発計画を受けたのが、当時のノースロップ社である。ノースロップ社の開発試作機には、 マイナス47の名称が与えられ、その基本形である X-47A が2003年2月23日に初飛行した。X-47A ペガサス概念実証機の X-47A は、バートルータン率いるスケールドコンポジッツ社で製造され、2003年2月23日に、モハーベス砂漠で初飛行した。 X-47A は、プラットホイットニーカナダ製の JT-15D ターボファンジェットエンジン1機を搭載し、最大離陸重量2.7トン程度の全翼機で、機体平面型は、四辺形であった。続いて、実用型の X-47B が製造されることになっていたが、2006年、米国防総省の 4年ごとの国防計画見直しにおいて計画は一旦キャンセルされた。しかし2007年8月1日、米海軍省はノースロップグラマン社の開発計画案を承認し統合無人戦闘航空システム j u c a 計画を再編した米海軍独自の無人艦上監視及び打撃機 UCLA 図の開発計画を決定した。 最低6億3580万ドルが拠出され、X-47A をベースにした無人戦闘攻撃機の実証機の開発が継続されることとなる。X-47B ペガサス J 浮かす計画を引き継いだ。米海軍は X-47A より大きな搭載量と航続距離を求められた X-47B ではエンジンは プラットホイット 2F100 の単発とされ、機体規模は格段に大きくなった。また、平面型も、翼腹、翼面積、アスペクト比がより大きなものとされた。2008年3月21日付のアビエーションウィークによると、将来の X-47 は、操縦し抜きで、航空母艦からの発艦、着艦が可能。 連続飛行可能時間は50から100時間。最大の特徴は、レーザー光線と高出力マイクロ波で敵のミサイルや通信施設を破壊することができることにあるという。ミサイル防衛システムとは異なり発射段階にある敵の弾道ミサイルをレーザーで迎撃することで敵のミサイル発射基地までも一挙に破壊することができるとのこと。空対空ミサイルも装備し、 多様な方法で敵のミサイルを迎撃することも可能となる予定であるとされた。政府関連の事業計画の評価を行っている戦略予算評価センターでは、米海軍の空母打撃軍では、伝統的に戦闘機パイロットが重視される組織上の傾向があり、無人攻撃機の導入には現場からの反発があり、さらには、 イラクやアフガニスタンでの戦争継続を受けて予算上の問題などからこの計画が2009年度で廃案となる可能性があることが指摘された。戦略予算評価センターでは米国の国防戦略上重要なこの計画を進行させるためには米海軍内に存在する無人攻撃機に対する心理的障壁を取り除くことが必要だと論じている。 米海軍が2009年度予算で申請中の無人戦闘攻撃機開発のために必要経費は約2億7600万ドル。計画を通しての総開発費用は15億ドルとなる見通し。X-47B は2011年2月4日にエドワーズ空軍基地で初飛行に成功した。初飛行は29分、飛行高度5000フィート。 2012年には、地上でのカタパルト射出試験に成功し、2013年5月14日には、ニミッツ級航空母艦、ジョージ・ H.W. ブッシュからのカタパルト射出試験に成功。同年7月10日には、パタクセントリバー海軍航空基地を立った機体が、バージニア州沖を航行中の、ジョージ・ H.W. ブッシュへの着艦試験に成功した。 将来は日本を拠点にする第7艦隊の空母打撃軍に配備される予定。また、中国が開発中の東風 21D 対艦弾道ミサイルに対する対抗策になり得るとも言われている。2016年3月10日、アメリカ海軍は予算上の理由から X-47B の開発計画を中止したことを発表した。 X-47B に代わって、無人偵察機である MQ-25 とその空中級雪型である LAC-25 の開発が計画されており、2017年中に飛行試験を行うことを予定している。ありがとうございます。